腸炎ビブリオとは、ビブリオ族に属する抗炎性のグラム陰性肝菌の一種。学名は、ビブリオパラヒマリチカス。主に海水中に生息する細菌であり、本菌で汚染された魚介類を生殖することで、人に感染して、腸炎ビブリオ食中毒を発症させる。1950年に大阪府で発生し、272名の患者と20名の 死者を出したシラス星を原因とする集団食中毒の原因として同年に大阪大学の藤野常三郎によって発見された。日本において腸炎ベブリオ食中毒はサルモネラと並んで発生件数の最も多い食中毒の一つである。日本以外では東南アジアなどでも発生が見られるが近年まで魚を生殖する習慣のないヨーロッパや アメリカ合衆国などではあまり見られない疾患であった。ただし寿司や刺身の世界的な普及に伴い、地域偏在的な特徴は低下しつつある。1950年、先週地方を中心とした大阪府下で、激しい腹痛を伴う原因不明の下痢の患者が集団発生した。最終的な患者数は272名、死者はうち20名に上り、第二次世界大戦後の日本で、 最大規模の集団食中毒事件となった。発症者がいずれも大阪府下で行商販売されていたシラス干しを食べていたことから、これが原因食品であることは早期に特定されたものの、当初考えられた基地の食中毒菌は分離されなかったことから、毒物混入事件として疑われ、刑事事件として立件された。このような疑いがかけられた背景には、 事件発生の前年にあたる1949年に下山事件、三鷹事件、松川事件という怪事件が発生していたことから、これに関連した何者かが、社会混乱を目的に毒物をばらまいたのではないかという見方がされたことを指摘する声もある。しかし、ヒ素やアショウ酸塩など、様々な化学物質についての検査が行われたものの、毒物は検出されず、 原因は特定できなかった。これに対して、藤野常三郎は未知の細菌による感染症ではないかという観点から分析を行った。そして実験動物と血液観点配置を用いた分離実験によって新種の病原菌を分離し、本菌が集団食中毒の原因であることを証明した。新しい病原菌が日本人研究者の手によって発見されたことは、 日本の医学関係者に大きな驚きを持って受け止められた。当時の日本の多くの医学関係者は、ほとんどの病原細菌はすでに19世紀末のルイパスツールやロベルト・コッホの時代に発見し尽くされたものと考えていたためである。富士野が太っちょでまっすぐでよく動き回ると形容した。この病原菌は当時知られていたビブリオ族の代表である。 これら菌とは大きく異なる形態であったため、藤野はパスツレラ属の一種と考え、1951年にパスチャレラパラヒマリティカと命名、発表した。1955年、国立横浜病院の医師であった滝川岩は、自らが発見した漬物による食中毒の原因菌が本菌と同じものであることを明らかにし、 この結果から本菌が抗炎性であることが判明した。これを機に、本菌は病原性抗師菌という通称で呼ばれるようになった。1960年、東京都や千葉県を中心に頻発した味による食中毒の原因として本菌が分離され、その医学的な重要性が注目を集めた。これを受けて、厚生省は1961年に病原性講師菌を 食中毒の主要な病原体と位置づけ、対応を強化した。1963年、国立予防衛生研究所の福見秀夫と坂崎李一が、本菌がビブリオ属であることを証明して、学名をビブリオパラヒマディチカスに改めた。また福見は、それまでの病原性講師用菌に代わって、腸炎ビブリオという和名を提唱し、これが受け入れられた。 ビブリオの形態比較左、コレラ菌の模式図。典型的なビブリオの特徴であるコンマ状の肝菌で、太い単毛性弁毛を持つ。右、長円ビブリオの模式図。形状はまっすぐで、極弁毛の他に細い収毛性弁毛を持つ。長円ビブリオは、コレラ菌と同様、ビブリオかビブリオ属に属するが、いくつかの点で、コレラ菌に見られるような、 いわば古典的なビブリオの細菌学的な特徴とは異なった点を持つ。腸炎ビブリオは0.32メートル程度の大きさで、菌体はこれら菌に見られるような湾曲を示さず、まっすぐな形態の肝菌である。またビブリオ科の細菌は腸内細菌科と同様、通生研究性で葡萄糖を発酵するグラム陰性菌で、菌体の一端に一本の弁毛を持つ点で、 腸内細菌化とは区別されるが、腸炎ビブリオには、この極弁毛の他に、これよりも細くて、菌体の周囲全体に生えている、収毛性の弁毛を持つ点で、これら菌などと異なる。ただしこの収毛性弁毛は、培養条件などによって失われることがある。このほか、諸島を分解しない性質などから、他のビブリオ属の細菌と判別される。ちなみに、ビブリオとは、 バイブレーションを意味する、ラテン語で、弁毛が激しく振動する正常から名付けられた。増殖に、私的な pH は、約7.5から8で、比較的アルカリ性を好む点では、コレラ菌と同様である。ただし、塩化ナトリウムを含まない媒値でも、増殖可能なコレラ菌とは異なり、増殖には1から8%の塩化ナトリウムを、必要とする。海水中では、水温が、 摂氏20度以上の時に活発に増殖するが、摂氏15度以下の時には増殖が抑制される。このことは本筋による食中毒が主に水温の高い火器に集中することと符合する。低温、高温、清水、酸による処理に弱い。腸炎ビブリオは大小2つの染色体を持つが、これは細菌が複数の染色体を持っている。 最初の例として発見された。それまで細菌は一つの染色体のみを持つと考えられていたが、この発見以降、腸炎ビブリオやコレラ菌など、ビブリオ属の細菌は、例外的に二つの染色体を持つことが明らかになった。腸炎ビブリオは増殖の早い細菌の一つとしても知られ、私的な培養条件下ではおよそ10分間に1回の割合で分裂する。 これに対して、例えば大腸菌は20から30分間に1回の割合で分裂するが、最近は N 回の分裂で 2N 個に増殖するため、同じ4時間後には1個の大腸菌が約4000個になるのに対して、1個の腸炎ビブリオは1000万個以上に増殖する計算になる。腸炎ビブリオは主に海産の魚介類に付着しており、 それを人が生で食べることによって感染型の食中毒の原因になりうる。この食中毒を腸炎ビブリオ食中毒と呼ぶ。口述のように毒素には耐熱性があるため汚染食品を加熱しても中毒症状が引き起こされる。腸炎ビブリオ食中毒は日本で発生する食中毒の原因菌としては発生件数でサルモネラと並んで1から2位にあたり、 特に1992年までは日本における食中毒原因の第一位を占めていた。しかし日本以外の国、特に欧米諸国での発生は少ない。これは刺身や寿司など海産の魚介類を生殖することが多い日本の食文化と大きく関連している。日本では特に6月から9月の海水温が摂氏20度を超える時期に多く発生する。 また、東南アジアなどでも発生し、旅行者下痢症と呼ばれる輸入感染症の原因菌の一つである。約75種ある血清型のうち、O4K8 が1995年まで主流で、1996年から O3K6 に変わった。これは、米国や東南アジアに多い種類であるため、何かの要因で輸入された可能性が推測されている。 日本の感染症法において、腸炎ビブリオ食中毒は、五類感染症の定点把握疾患である感染性胃腸炎に含まれるため、指定された医療機関では発生後1週間以内に報告することが義務付けられており、これを通して日本国内の発生状況が監視されている。感染源本菌は海水に広く存在するため、生鮮海産魚介類を介した蛍光感染が主で、 人から人への感染は稀である。原因食品としては、イカや貝類が比較的多いが、その他の一般の魚など、ほとんどの海産魚貝類の生殖が原因になりうる。腸炎ビブリオの感染が成立するには、約100万個以上の生きた菌の摂取が必要と言われ、食中毒性サルモネラと同様、蛍光感染症の起因菌の中では、比較的、感染、発病に、 多数の菌を必要とする部類に属する。ただし、常実のように増殖が早い菌であるため、夏季に常温で放置した魚介類などでは2から3時間のうちに、発病菌数にまで増殖することがある。また、高塩菌であるため、漬物などの塩分を含む食品に二次感染し、それが感染源となることも多い。臨床症状腸塩ビブリオ食中毒は、 6から12時間の潜伏期の後に、激しい腹痛を伴う下痢を主症状として発症し、嘔吐、発熱を伴うことがある。2から3日で回復し、一般に、予後は良好であるが、高齢者など、免疫の低下した患者では、稀に毒素による、心臓毒性によって死亡する例もある。感染部位は症状であり、上腹部痛を訴えることが多い。食中毒以外に、 傷口からの感染や、それに伴う排血症を起こした例も、稀に報告される。治療と予防通常は、抗生物質を使用しなくても数日で回復する。ただし、第一選択薬として、乳気ロ論系、ホスホマイ神経を、副次的選択として、テトラサイクリン。 カナマイシンなどの本菌に有効な抗菌薬剤による化学療法が行われることもある。一方、死者薬の使用は菌の排出を遅らせることがあるため用いないことが多い。脱水症や循環器症状には十分な注意を払うことが必要であり、必要に応じて適切な対象療法も行う。予防には、 本菌による食物の汚染を防ぎ、汚染された食物を摂取しないことが最も重要である。増殖が早い菌であるため、特に牡蠣には生の魚介類を常温で放置しないことが重要である。低温に弱い菌であるため、冷蔵保存することで増殖が抑えられ、感染防御の上で重要である。ただし凍結しても短期間では死滅しない。また、 真水や高温などに弱い菌であるため、制御を真水でよく洗浄することや、十分に加熱調理することでも感染を予防することができる。腸炎ビブリオのうち、食中毒の原因として分離されるものの多くは、溶血毒と呼ばれる毒素を産生し、これが本菌の主要な病原因子である。溶血毒は、赤血球の細胞膜に穴を開けて、 溶血現象を引き起こす毒素の総称であるが、その多くは赤血球以外の細胞の細胞膜にも作用して細胞障害を起こす。腸炎ビブリオの溶血毒は主に腸管や心臓に作用して腸管毒性により下痢を生じるほか、重症例では心臓毒性によって患者を死に至らしめる場合もある。腸炎ビブリオの溶血毒には耐熱性溶血毒と 耐熱性毒素関連溶血毒の2種類が知られている。このうち TDH の方が古くから知られており、研究が進んできた。TDH を産生する腸炎ビブリオかどうかを判別するためには、アガツマバイチに培養した時に溶血性を示すかどうかで判定される。この溶血現象は神奈川現象と呼ばれ、病原性の腸炎ビブリオかどうかを判定する。 試験法の一つである。しかし、1988年には、神奈川現象陰性の腸炎ビブリオによる食中毒が発見され、この原因菌が TDH を賛成せず TRH を賛成していることが判明した。また、神奈川現象自体の感度があまり高くはないことから、毒素に対する抗体を用いた免疫科学的な手法も、 超円ビブリオの鑑別のために併用されている。ありがとうございます。